菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、いかがお過ごしでしょうか。あの筆跡シニコンサートとやっております菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは、女優の佐々木千秋です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、テレビ朝日で放送されていましたドラマドクター X 外科医大門未知子、私佐々木千秋レギュラー看護師として無事に最後まで務めさせていただきました。ご覧いただきました皆さん、ありがとうございました。すごいよね。だってここでこうやってさ、はい、FM 放送でこうやってお話してる方がさ、はい、白衣着てさ、はい、白衣着てテレビでさ映ってるんだもんね。あの病院の看護師さんでさ。そうですね、やっぱり驚きますよ。驚きますか。うん、驚きますよ。あれっていう感じですよ。すごいなと思いました。本当ですか。うん、やっぱり面白いなと思った ね。こういうのってすごいパワーだね。嬉しいですよ。やっぱりすぐに分かるんだよね、顔見ると。そうですね、なんかいろんな顔あるじゃない。はい、でもすぐに分かるんだよね、やっぱり。ありがたいな。こうやっていつも番組やらせてもらってるからさ、はい、もう即ああいるいるっていう感じで。いや嬉しいですよ。よかったです。いやもう本当にね、うん、見ていただけたことも探していただけたこともね、白衣着てるわってそうですね、本当本当そうですね、なかなかすごい楽しかったです。そうですよね、あの白衣着てここに立つことはまずないですからね。着ないもんね、うん。いや本当にね、いい経験をさせていただけましたので、またね、今後もこれを機に頑張っていきたいなと思っております。本当にありがとうございます。はい、で私にとっての今年最大の出来事はやはり今申し上げたドクター X 外科医大門未知子にレギュラーとして毎回出させていただいたことなんですが、うん、菊池さんの今年最大の出来事といったらやはり、はい、あの超人気番組へのご出演ですよね。そうですね、はい、あのほんまでっか TV に出させていただいて、さんまさんとね、はい、いろんな話をさせてもらったんだけども、やっぱり素晴らしいなと思いました、あの、うん、さんまさんの対応が。あの、まあ、実言うとね、はい、あの本番中にさ、ちょっとした不手際があって、このハンディカメラを持ってる人がさ、はい、正面から撮り出した時に、このコードを踏んじゃったんですよ。そしたらバチッすごくでかい音がして、はい、一瞬凍ったのみんな、やばって、うん、その時にさんまさんがこうやってやってさ、お前何してんねんそこでってやったんだよ、ね、リアクション撮りながら。リアクション撮ったの。そしたらさ、こっちで撮ってるカメラが、はい、そっちでスッと映ったんですよ。確かに正面からハンディ持ったやつが映ってるんだよね、はい、でこれがなんとコマーシャルの合間に使われたんですよ、画面で。で僕がこれ見た時すごいと思ったのは、はい、まあ、使われたかどうかその時分かんなかったんだけど、あれってね、はい、さんまさんのせいじゃないんですよ、うんうん、スタッフのせいじゃない、うんうん、ってことはさ、あれ普通ならスルーしてカットしちゃえば、はい、何もところなかったように番組って進められるんだよね、うん、でもさんまさんはあえていじったんだよ、お前何してんねんって。へ、そしたらさ、それが番組の中で使われたじゃない。ということはさ、そこでヘマしたカメラマンはさ、はい、変な責任取らされないんだよな。番組の中で一個になってるから。すごく温かいですね。そうなんだよ。でこれがね、はい、瞬時にやったというか、僕はすごいと思ってポカンとしてさ、はい、なんや困ったなっていうことでやってカットしちゃえば済むものをさ、あえていじることによって、はい、一緒に番組を作ってる人全員が悪い結果にならないようにしたんですよ。はい、これはね、うん、単に場数を踏んでるからできるって話ではなくて、そうですね、やっぱりね、瞬時の判断、うん、判断がバッとあって、うん、そのことをやって、はい、やっぱりすごいなと思いました。ああいうのはね、あの場にいて生で見ないとね、経験できないですね。うん、僕らだって完成したものしか見てないじゃん、普通だったらさ。そうですね、私たちはもう実際もうテレビでしか分からないもん、見ることができないので。やっぱりそれを見た時に僕は他の方からも教えてもらったんだけども、はい、あの人の優しさですよって。うん、瞬時にそれができる。だから日頃からスタッフさんに対して自分の思いがないとさ、うん、まあ、できないよ。その通りですよ。頭で一時考えたらさ、はい、まあ、できないよ。できないです。あと当時ね、はい、女性のタレントさんが十何人いたんですよ。で僕はどういうふうにするのかなと思って、売れてる子もいれば売れてない子もいるんだよ。うん、でコメントをさ、全員順番バラバラなんだよ、はい、だけど全員ちゃんと撮ってんだよ。ほう、でちゃんと気を使って必ず振るわけ、はい、で面白いこと言ったらあとテレビ局が撮るんだろうけどさ、でも彼は突っ込むわけだよ。うん、これを全員に均等にやっていて、売れてる子だからやたらやるとかさ、はい、こんなことやらないんだよね。平等なんですね。あれは驚いた。それはね、すごい、スタジオに行かれた菊池さんにしかお話できないエピソードですよね。あれはすごかったね。だからそれもそうじゃない、やっぱり一緒に作ってる連中のさ、はい、いいところはさ俺が引き出すからさ、うん、っていう思いと、みんなでやっぱり嫌な気持ちなのやめようよっていう、うん、
いい気持ちでやろうよっていうのはさ、はい、やっぱりねこれはありがたいな、この人はだからトップ走ってんだなってのもつくづく感じた。そうですね、だからこう、うん、みんなこう家庭で見ている私たち、ね、テレビの前で見ている私たちも本当に心から面白いなと思って、ね、うん、そうそう、見ることができるんでしょうね。だからそういう、こう場を盛り上げてるとかさ、うん、あの時も僕は初めてだったんですよ、はい、でも他のコメンテーターの方々は5人いらっしゃったんだけど、うん、みんな慣れてるわけですよ、はい、さんまさんは僕だけに、はい、え、菊池さん前にモテますよねって言ったんですよ。で、いや会ってませんよってみんな笑うわけですよ、はい、要はその場を温めて彼はそうやって言ってるんだけども、本番ではちゃんとカットされてるもんね、余計なことだから。そこも優しさ、ね、だから僕のことを緊張しないように、まあ、緊張したの分かるわな、多分初めて出てるんだからさ。そうですよ、緊張します、ね、だからそういう言葉を僕にだけかけるわけですよ、他の人はかけないからね、はい、でこれもね、いやこれすごいよと思ったね。いやもうね、その場を温める、みんなが良くなる、みんなが笑顔になりやすいような場を作っていって、はい、さっきのカメラマンみたいにたとえ何かあったとしても笑いに変えてその番組の一つにしちゃう、はい、ということによってもう誰も文句言えないんだよ。いやもうね、すごい経験をされて、あれもね、今年一番天才派だだと思った僕は。潜在、あの、ね、天才派だなと思った。いつかね、私もお会いしてみたいなと、こうね、菊池さんの話を聞いてなおさらこう感じたところでございます。やっぱりトップ走ってる人はね、はい、ちょっと違うね。そうですね、うん、つくづく僕はそれがね一番のいい勉強でした、はい、なるほど、はい、本当に素晴らしいと思いました。はい、さてですね、この番組、はい、言霊アラカルトはですね、非責心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております、私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回は2009年平成21年についてリサーチしてまいりました。まずは2009年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきます、うんうんうん、アカデミー賞で送り人がアカデミー外国語映画賞を受賞、日経平均株価がバブル経済崩壊後最安値を更新、うん、第2回ワールドベースボールクラシックが開催され、日本が2大会連続の優勝、うんうん、裁判員制度のスタート、あ、うん、ね、この時だ、この時ですね、はい、そして第45回衆院選で民主党が308議席を獲得し大勝しました。あとは麻生内閣が総辞職し、民主、社民、国民の3党による鳩山幸男内閣が成立、そして15年ぶりの非自民政権が誕生しました。プロゴルファーの石川遼選手がゴルフツアー史上最年少18歳2ヶ月で賞金王に輝きました。あったね。あとはマリナーズのイチロー選手が通算3086安打を記録し、さらにメジャー新記録となる9年連続200本安打を達成したのもこの年です。菊池さんにこの年はどんなことを思い出されますか？今から約10年前でね、はい、僕はこの送り人って見に行ったんですよ、でやっぱりね、うん、素晴らしいなと思ったのと、はい、あの時に映画に画面に出てきた山形の風景、はい、あ、いやいいとこだなと思ってね、ああいう風景が残ってるってやっぱ素晴らしいなと思った。特に僕は東京にいるとさ、はい、特にそう思うんだよ ね、 そうですよね、地方を見ても全部山でさ、はい、川が流れていてさ、うん、あの映画も素晴らしかったし、はい、あの題材になった場所も良かったなとつくづく思ったのを覚えてますね。あ、そうなんですね、本当に、うん、映画っていいよねやっぱりね。いいですね、いいです、本当に、うん、そう思いました。続いてですね、うん、そんな2009年の新語・流行語についてその一部簡単にご紹介させていただきたいと思います。いいですね、はい、まずは政権交代、8月30日の第45回衆院総選挙、自民党は300から119へと議席を激減させ惨敗、一方民主党は115から308へと議席を大きく伸ばして圧勝しました。で投票率は 69.3%、 あ、そんなにあったんだ、ね、すごいですよね。総選挙の結果を踏まえて9月16日鳩山幸男を主犯とする民主党内閣が発足しました。選挙による政権交代が実現したのは初めてのことだそうです。すごいなと思いました。あとはですね、ファストファッションという言葉もね、この時代に、うん、
まあ、あのすごく出てきたというか、まあ、当時百貨店の苦境が続いている中で売り上げを伸ばしていたのが、うん、安くて手軽なファッションのことで、日本のブランドであるユニクロとかしまむら、あと GU、 これが健闘していたんですが、うん、まあ、海外から H&M、 ザラ、フォーエバー21などが参画してきたことで大きな社会現象にもなりました。そうなんですよ。今当たり前にこう使われているファストファッションという言葉がこの時代に出てきたということです。はい、さあいかがだったでしょうか。はい、ね、時代はどんどん動いてるね。そうです ね、 ね、はい、今の民主党政権で圧勝したのが今はまた違ってるしさ、うん、ね、これからも変わっていくんでしょうね。フォーエバー21もさ、はい、もう全然違ってるじゃない。そうですね、またいろいろ変わってきてますからね。やっぱりね、だから時代って、うん、もう本当この9年10年の単位でさ、はい、なんか変な話だけど誰も予想してないのにさどん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 こう大きな波が来てね、そうですね、自動的にこう変わっていくっていうのを、はい、本当に感じますよね。はい、その通りでございます。読めないよ先なんかきっとそうですね、なので皆さんの記憶をね、あの頃までプレイバックしていただいて、あ、そんな時代もあったねということをね、ここのコーナーで再確認していただきたいななんて思って。たった9年前だもんなあります。やんなっちゃう自分でもはい、まあ、やんなっちゃったところで以上、はい、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回も菊池さんに筆跡診断をしていただくべく、ゲストの方にスタジオにお入りいただきました。今回は前回お越しいただきました大人数学さん、大人数学オンラインサロン主催の鈴木慎介さんのご紹介で、フランス語を学べるサロン、サロンドフランスの久留さと子さんです。久留さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本人がもっと元気に外国語でコミュニケーションを取れるようにと、日々で楽しくレッスンをさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、まずは久留さと子さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。久留さんは神奈川県横浜市のご出身で、お父様のお仕事の関係でガボン、カメルーン育ちでいらっしゃり、幼少の頃フランス人学校に通われました。その後日本の大学でフランス語教員免許を取得の後、フランスのトゥールに留学、そして FLE フランス語教授法メトリーズ課程を修了されまして、およびフランスの外国人向け語学学校にて100時間教育実習を修了。で、日本に帰国後ルノーに就職をされて、役員秘書を経験の後独立通訳、翻訳家として活動をされていらっしゃいます。で、現在は後進を育てるためにビジネスフランス語、大人のためのフランス語、親子でフランス語などの語学講座や、フランス人のビジネスの考え方などの講師活動を行っていらっしゃる注目の女性起業家のお一人でもいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてそんな久留さんなんですが、まずお聞きしたいことの一つとして、ズバリフランス語の魅力とは何でしょうか。そうですね、はい、やはり何と言っても発音が綺麗なところですかね。うん、確かに、うん、そうですよね。すごくこう憧れますもんね、なんかね、うん、はい、ま、この番組のテーマにですね、言葉というものがあるんですけれども、フランス人にとっての言葉に対するこのこだわりとか、言葉についてのフランスと日本のこの違いについて簡単にお話しいただけますか。そうですね、フランス人の自分の国の言葉に対する、はい、誇りですとか、そういったものってものすごいなと思っていて、はい、文化ですとか歴史的背景とか、うん、そういったこと全てが分からなかったらフランス語なんてマスターできないわよっていうぐらい、自分たちの国の言葉は習得が難しいと考えているところが、はい、ちょっと日本人にも似てるかなと思っています。そうなんですね。そうですね、やっぱりなんか英語のように誰もが喋れる言語とはフランス人は思ってないんじゃないかなというふうに思います。そうなんですね。ちょっとなんとなくイメージ、ね、やっぱりこうなんとなく難しそうという、うん、発音すごくサラサラっと先ほどおっしゃってましたけども、うんうん、発音も綺麗ですし、はい、日本人はなかなか真似できないんじゃなんて思っていたところもあるんですけども。そうですよね、皆さんやっぱりフランス語に対する憧れがすごくある反面、うん、難しいんでしょうって必ずおっしゃるんですけれども、うん、実はフランス語の喋り方、はい、トーンと日本語ってとっても似ているので、
アメリカ人が日本語を話したりフランス語を話すよりも、はい、フランス人が日本語喋る方が上手ですし、そうなんですね、日本人のフランス語は結構綺麗なので、ぜひ難しいとおっしゃらずにやってみていただきたいと思います。ちょっと挑戦してみようかななんてちょっと思いましたよね、うん、ありがとうございます、はい、さてですね、それではいよいよ菊池さんに筆跡心理分析結果を披露していただくんですが、今回は久留さんはフランス語が堪能であるわけなのですが、はい、あくまでこう日本語での筆跡分析をしていただきました、はい、とはいえですね、診断結果が私とても楽しみでございますそうですね、はい、フランスにもグラフォルグという筆跡診断士がいるので、はい、ずっと興味はあったんですけれども、やったことがないので、はい、ちょっとドキドキと恐怖と楽しみが入り乱れております。よろしくお願いしますなおですね、久留さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子、漢字で美、ひらがなでしで美しいですね、で漢字の未来、ひらがなのの、漢字で幸福、ひらがなのな、感じの様子で美しい未来の幸福な様子という一部を書いていただき、それを菊池さんにはお渡ししております。でまた毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索をしてみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん分析結果をお話しください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、これを見てまあすぐに感じるのが、様という字の右の払いとか、はい、未来の来っていう字の右の払いとか、結構長めに取るんですよ。うん、この部分って筆が最後のところなんだよね。うん、結構離せない。スーッと長く書く。これってね、一つのことに結構執着したり、気に入るとそこから離れることができなかったり、俗っぽい言い方をすると惚れ込みやすいっていうかさ、いいなと思ったらそれ俗根入ってくっていうところが結構強い方がこういう傾向がありますよねってことがまあ言われてるんですよね。それから字のね、はい、独特の感覚、結構間が空いてるでしょ、字が人形になってね、幸福な様子っていうのもなっていう字がもう独特の感覚ありますよね。美しいもそうだよね。ひらがなと漢字の間に独特の感覚があるんですが、この感覚をこういうふうに結構開けてる方というのはマイペースです。自分のペースをマイペースですか自分のペースを、はい、守りたいな。だから共同で何かやるとか言った時に、なんでみんな違うのみたいなことを自分だけ思ったりすることなんですよ。要は周りのペースを見ながらやってこうよって気持ちよりも、私はこれが一番いいんだよねみたいなことを考えながらどんどんどんやっていくようなところがある。だからマイペースっていうと遅いわけじゃなくて、遅いとこ早いじゃなくて、自分のペースをとにかく大事にしたいなって気持ちがとっても強い方のまあ傾向があるかなって気がしますね、これを見てると。なるほど。だからあんまり人のペースに合わせる気はあんまりないんだよねそうだったですね。人は人、自分は自分っていうのあるかなと思います、はいはい、それであとは幸福の幸という字、まあ、3本の4本の平行線が結構均等に書かれていたり、幸福の福という字の田んぼの中の横線が結構均等だったり、様という字の横線の3本が結構均等に書かれていたり、これマジックで書いていただいたのでちょっと潰れてるところもあるんですが、でもみんなこれ意識的に均等に書いてるんですよ。まあ今意識的にって私言いましたけども、本当は無意識に書いてるんですよ。でこれは均等って偶然均等になるわけないんですよね。無意識の中でこれは均等に書かなくちゃいけないんだよねって思ってるわけですよ。こういった発想が普段の行動傾向にも出ます。だからこれってこうあるべきだよねみたいな考え方です。自己コントロール能力って言い方をすればそれは結構強いです。したがって他の人から期待をされてることに対してちゃんとそれをやりたいと思ってるし、まさかっていう行動に出ることはまずないですよ。ある意味では非常に信用もされやすいっていうところもあると思います。あとは美しい未来のっていう字の字の大きさがものすごい違うんだよね。これマーカーで塗っていくと分かるんだけど、面積にすると分かるんだけど、はい、美しいの死とさ、美しいって多分4倍ぐらい違うんですよ、字の大きさが本当だ。これ違うってことは何かというと、はい、ね、違うよね。
違います。あの同じ大きさで描きたくないっていう、まあ、無意識に働いてるんですよ。あで同じ大きさってことはさ、まあ、退屈なわけだということはどういうことかというと、変化すること、新しいこと、もっと言うと誰もやってないよこんなことは、えみんな知らないよこんなことはっていうだけで、すごく興味が湧くようなベースをお持ちになってるんですよ。だから平気なんです、面白いじゃないみたいな感じで、な何それみたいな、そうかもしれないんですかね、そういう組み合わせになってるんだよね。あと幸福の福っていう字の田んぼの一番左下をきちんと閉じてるんですよ。これ閉じても閉じなくても福っていう字に読めるよね、それ以外の読み方ないんだからさ。ここをおろそかに開ける人もいれば、あなたのようにピタッとつける人もいるわけですよ。でピタッとつけるってことはこれ最後なんだよね、最後まできっちり見ようよっていう気持ちがとっても強い方の字の傾向と言われてるんですよ。あの子という字の様子のね、子っていう字をきちんと跳ねてるってこともまあ共通なんだけど、要は最後までちゃんとやろうねっていう感覚があります。まあそういうのがねこの字からわかるんだよな。だからそれが周りの人に分かりづらいのは、マイペースなので分からないんです。その都度違うことをやるかもしれないから、あるものは決まりがあるじゃないって言ってやるんだけども、あるものはいいんじゃないってやっていくと、それをマイペースでやっていくと周り分かんないよね。調子合わせるって結構神経使うと思いますよ自分の中で納得してんだけどさ、でもそれをみんなと共有すると分かるよね。そうですね、あなるほど、共有をしていくっていうことが、そう共有することによって、私こうだからねってことがみんなと共有すると、あなたのことをマイペースなんて人はいないですよ。だんだん分かってくるじゃない周りが、とこういう時ってこうやって考えてこうやって行動されてますよねってことが分かってくると、みんなそれ解釈できるじゃない。次もこういう時ってこうだよ、これでいいですよねとかって聞くことによってコミュニケーション生まれてくるし、で前回ちょっと見た時に気がついたんですが、多分人と争い事をするってあんまり好きじゃないと思うんですよ。避けます避けるでしょ避けます。ということはさ、今僕がここで言ったようなことを、あなたはもしも争いになるなこれはと思うと、打ち消したりすることが多々ありそうなんですよ。我慢する、私さえ我慢すれば争いにならないもんっていうことで黙っちゃう座右の銘ですねそうなんですね、そうですね、ここで我慢しておけばいいの丸く収まるかなって勝手に思ってしまいますね、だからそれだってさ、例えば言い争いをしてる人たちがさ、じゃあ人間関係は本当に壊れてるかったらそんなことないじゃない。むしろそれがあったから、まあ雨降って地固まるって言葉があるように、争いがあったからもっといい関係ができるってこともあるわけで、言い争いをしたらダメだっていうことから逃げたくなるっていう気持ちよりももうちょっと先に何かあんのかなっていうことはご自身の中で理解してみたらいいかなっていう気がしますね。だって自分にストレスになるじゃない。そうですね。だってこれあなたの字から見るとさ、私きっちりやってんのに、はい、なんでわかんないかな、でもこれ字言うと絶対喧嘩になるし、だったらダメとかなって、これってさストレス生まない？ストレスも抱えてますこう見えてすごい穏やかにおっとりしてるようにう、ね、どこまでもマイペースマイペースマイペースって聞いたね、だからもったいないよねそうですね、それをちょっと人に言うだけでもさ、お互いに理解し合えたらさ、あなたが必要以上に我慢なんかしなくていいじゃない。で争いと思ってるものが本当争いじゃないかもしれない。なるほど、っていうことがね、ちょっと前回見せていただいたものと今回ちょっと合わせてるんだけども、はい、ちょっとそんなことをね感じましたが、はい、いかがでしょうか。そうですね、すっごくしっかりしてるように見えて、あれって言われたりですとか、なんか自分の今までの行動でもう本当諦めることを知らない不死鳥のように何度でも這い上がってみたりとか、突然諦めてスッと引いたりってしまうようなところがジレンマあったんですけど、すごく怒るべきして怒ってたんだということが分かったのとまあそこで先生がおっしゃってた共有するっていうキーワードが今すごくあったかくじんわり刺さってるんですけど、あ共有していいんだっていう、ちょっと遠慮があったんですけれどね、それをすることによって最後までできたらよりハッピー、いいでしょ、はい、だからこれが久留さんの個人の特性を生かす道なんですよね、はい、
マイペース良くないですよねじゃなくて、それをどう生かそうか、じゃあみんなと共有できたら生かせるじゃないですか。はい、ではですね、最後になってしまうんですけれども、告知の方をお願いしてもよろしいですか。はい、そうですね、私フランス語は英語に比べてかなり規則的な言語だなと思っているので、はい、しっかりとルールを覚えて半日で学ぶというコースを作っているので、ぜひホームページなどをチェックしていただけたらと思います。はい、では今回のゲスト、サロンドフランスの久留さと子さんでした。久留さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。なんと、もうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、お二人のおかげで本当に楽しかったです。どうもありがとうありがとうございました。で、本当に楽しい時間を私も過ごさせていただきました。それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。